えー、今日さあのー、まあ本当夢ってよく見るんですけど僕結構見る方なんですけどなんかね今日の夢は特殊でえー、まあ最初に言っちゃうとキム・ジョンが出てくる夢っていうね、うんえー、非常に特殊なうん、あのー、夢だったんですけどあのキム・ジョ恩ンが 担任の先生なんですよ、僕の。おかしいでしょ、もう。僕の担任の先生で、しかもなぜかわからない、なぜかわからないけども、キム・ジョンウンのクラス、まあ僕のクラスですね。キム・ジョンウンのクラスだけ、なぜか校庭で授業やってるんですよ。おかしいでしょえ、何これやってる。で、しかも、外がすんごい薄暗いの。 いやもうこの時間学校やってねえだろうっていう。もうこの時間学校終わってる、とっくに終わってるし、これもう夏の、夏、今の時期で言ったら6時過ぎ、もう暗くなってくるぐらい、うん。薄暗いとこでやってて、なんかすごい天気も悪くて、うーん、曇り空っていうのがもうはっきりとわかるぐらい。そんな感じの、えあの、工程でね。 えー、勉強してたんですけど課題を出せっていうことになって課題を出さなきゃいけないで僕がその列に,列に並ぶんですけどねその担任の先生の、えー、キム・ジョン先生の、えー、机の前に列で並ばないといけない列になんないといけないんですけど僕が7番目ぐらいだったのかなうんで1番目の人が課題出して で、2番目の人が課題出して。で、3番目の人が、課題を忘れたって言うんですよ。課題を忘れたって、もう,もう聞こえてくるんですね。そしたらね、課題を忘れた子が、処刑されるんですよ <laughs>。処刑されるんです。うん。でも、処刑の、ね、あの、まあ、あ言ったら、その処刑の描写は描かれてませんけども、 処刑されるってもう分かってるんです、なぜか。もう連れてかれるんです、なんか。<laughs> 連れてかれて、ああ、もうこれ処刑されたなっていう感じですっごいビクビクしながら待ってて。で、その時、自分が課題を持ってないってことに気づいたんですよ。ね。あ、やばいと。課題持ってない俺。処刑されるって思って。 で、4番目終わりました。5番目終わりました。で、6番目。もう終わりの前ですよ。課題忘れたんですよ、そいつも。課題忘れたって言った瞬間にもう処刑されるっていう感じにな。もう連れて帰って。<laughs> 処刑されてたんでしょうね、多分。うん。で、はい、僕の番になりました。そしたらね、まあ僕の小学生の同級、小学校の同級生。 今でもまあ、あの、仲良くて飲んだりするんですけど、が出てきて、ちょっと待ってくださいと。僕が先に課題出したいですってわけのわかんないこと言って、時間稼ぎをなんかしてくれたみたいになったんですよね。で、その課題やってるんですけど、そこですごい時間かかってるんです。課題を出すのにすごい時間かかってるここはやってないんじゃないか、ここはどうなんだ。キム・ジョンウンがすごい怖いの、そこでまた。やってないだろ、この野郎みたいな、なんかすごい。 言っててでまあ結局ねその,あの僕の前のねその親友、まあ、親友も課題忘れたってことで初見なったんですね <laughs> はい初見になりました、はい、で僕ですよ、ねえーまあ、僕の番になって案、えー、の定、えー、もう課題を忘れましたと正直に言ったんですそしたら みんななんかね、処刑ってなったら、校舎の中になん,かなんかね、連れてかれるんですよ、みんな。なのに僕だけなぜか、校庭から学校から外に出て、連れてかれたんですよ、なんか変なとこに。その変なとこっていうのが、えー、踏切踏切の、えー、もう中、線路内。うん。線路内に連れてかれたんですよ。そこで、<laughs> 線路の中でなぜかしんないけど服脱がされて真っ裸がもう真っ裸です下も多分、あのー、脱いでたと思いますズボン脱いでたってい脱いだっていう感覚はあるんで多分下はもう真っ裸だったと思うんですねパンツも多分履いてなかったかなっていうで <laughs> そこでなぜかしんないけど裸踊りをさせられるんですね線路上で裸踊りをさせられて 踏切をカン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 ってなったらもう電車来るじゃないですかでそこでねあのー、手下のまあキム・ジョンウンの手下の人たちがあの僕の両腕そして両足を掴んであの列車が来るのを待ってるんですよ電車が来るのあもうこれ処刑されると思って処刑されるなと思って 電車がバーって近づいてきたらねなぜかしんないけど校庭の中にいたいたはずのキム・ジョンウンが電車の運転手をしてて <laughs> よくわかんないんだけどで結果あー僕だけな僕だけあの直前で振り切って逃げたんですよね。うん 直前で振り切ってて逃げてそこで夢は終わったんですけどあのなんで <laughs> なんであのー、校庭でねあの課題をチェックしてたキム・ジョンのせキム・ジョン先生が何で最後電車の運転手として出てきたのかなってあれがね今でもツボであのすごいこれ夢の話ですよ。<laughs> これ夢の話でもう7分近くやってもうオープニングトーク長すぎじゃないかって話なんですけどもえー、まあほ、ね、んとねであそこでキム・ジョン運転してたかなっていう、うん、いやでもね結構怖かったあの夢は本当に怖かったもうねあの起きた瞬間もう汗かいてんの分かりましたからすっごい怖い夢でしたよ キム・ジョンウンが担任の先生ってめちゃめちゃ怖いですからね、皆さん。えー、ぜひ、えーまあ、いろんな夢見えると思いますが、キム・ジョンウンが出てきたら要注意です。それでは行きましょう。おーたがいるのオーナーライトニッポンテンステレンス、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 テッテッテッテレレ、テッテレテッテレテテレテレ。 ててれれててれれててれれてててれれてはいどうもみなさんこんばんは大野たかのオーナライト日本毎週金曜夜10本目だにお送りしておりますまさかの8分経っておりますお相手は吉本芸人大野高かが務めさせていただきますどうぞよろしくお願いしますええキム・ジョンウの話でも8分経っちゃったということでね もう、あの、もう本当ね、怖かったです。はい。えー、まあ時間ないんで、ね、ちょっとここで曲行きましょう。えー、大野隆弘で、no.、ナンバーワン。 い飛び込むぜだから待ってる世界をナンバーワンはい、えー、聞いていただきました大野隆弘でナンバーワンでした。ありがとうございました。えーまあ、今日はね、なんと、えー、お便り、えー、いつも届いておりません。ということで今日はコーナーなしです。残念です。えー、またね、えー、今日からうん来週の金曜日まで ぜひ、まあ、木曜日までかなぜひ,ぜひお便りお待ちしております大野孝弘の「不平不満大野孝弘に不平不平満を言うコーナー」そして「替え歌」のコーナーですねありますのでぜひね皆さんどしどし書いてきてくださいよろしくお願いしますそれではもうエンディングいきましょう今日は、ね、もう本当キム・ジョンがね頭から離れないんですよ うん、あの人めちゃめちゃ怖いよで冗談抜きで怖いもう今まで見た夢の中で俺一番怖かったかなキム・ジョンウンのオーラ半端じゃないからね定期で人殺すからあの人平気 <laughs> で人殺すからね絶対処刑される連れてかれるんだもんなんか最初はなんかさ こうこうこうやってません。なんでやってなかったんだみたいな下りがあって処刑だったんだけども、途中からすぐ処刑に行くんだよね。わ <laughs> あ、<laughs> ー怖かった。もう、ビクビクして、俺も絶対処刑になるなと思って。えー、本当怖かった夢。まあね、夢の話なんですけどね。うん、などういうさ、なんかこれちょっと聞いてみたいよ。 あの夢でさなんかこうこんな夢を見たら今の心理状況心理状態こんな感じですみたいなのあるじゃんあれちょっと調べてみたいねキム・ジョーンがね僕のことを殺そうとする夢っていうあの本当にあの見たいこれちょっと見たいなどう,どういう結果が出るのかっていうのはすごい知りたいですね、うんえー、ということでね今週は、えー、コーナーなし、えー、10分フル,フ,リフルトークですね 10分フルで、えー、トークさせていただきましたありがとうございました大野隆弘のオンライント日本毎週金曜夜10分目めにお送りしましたお相手はいし吉本芸人大野隆弘が務めさせていただきましたありがとうございました、えー、来週もよろしくお願いしますでは最後に一言いした夢でやりましょうバイビー So is that?